鎌田大地さん、相手選手に壊されかけたシーンが世界的にバズる。鎌が世界的にバズってるんだ。鎌勝ちで壊されかけたな。これがイエローで済むなら安いもんだ。両足とか絶対狙ってるんだ。レッドだろこんなの。なんだこりゃ、完全に潰しに行ってるやんけ。これは殺人タックルですね。ダイビングフットスタンプで草プロレスにしたならわかるはず。こいつに前田も壊されたんだ。必殺技なんだ。これかま踏まれてたらくるぶし複雑骨折で再起不能だったな。これもちろんレッド？日本人おとなしいから何やってもいいと勘違いしてるならカマは違うぞと言いたいんだ。このフットスタンプしてきてる頭おかしい奴は前田直樹がオランダで怪我した時にも悪質タックルしてきた奴らしいじゃん。こいつ日本人を狙ってるんじゃねえのか。どう考えてもボール奪う目的ならダブルフットスタンプする意味が欠片もないのがまたね。ただ相手の足を踏みつけに行ってるだけのゴミプレイ。仮にこれで鎌田の足が粉砕されてもレッド1枚か悪質性が認められてもせいぜい数試合の出場停止で済むからな。壊された方はシーズン離脱か最悪再起不能って考えたら全然割に合わん。複数年の選手活動停止くらいが妥当だよな。ジャックには何をしてもいい、そんな価値観の応酬を崇めるサッカーファン。